おはようございます。日曜祝日は朝から古文常識、本日はこちらの2つの単語を紹介します。まずは31番、いつも通り読み方からいきましょう。はい、これで貴重と読ませます。一体どんなものかっていうと、室内で使ったついたて、つまり部屋と部屋の敷居に用いられていたり、源氏物語の世界に憧れた更級日記の筆者菅原高末の娘さんなんかは、この貴重の中に隠れて源氏物語を読み漁ったなんていうシーンも有名ですよね。貴重は、まあ、なんかこの木のついたての上に着物なんかをかけたりして豪華に仕立てる時もあったんですよ。こんな感じですね。どうですか、結構美しいついたてが出来上がるじゃないですか。ちなみに移動式です。さあ続いていきましょう。32番、これは何て読むかって、はい、やりどと読ませます。読みで出題されやすい単語の最終手段、何回か教えていますが、音読みではなくて訓読みで攻めてあげるとやりど導きやすいですよね。どんなものかっていうと、横に引く引き戸のことです。でこれは絵巻物なんかを見てみると、結構源氏物語の時代、平安中期あたりって貴族の屋敷って外から丸見えじゃないですか。だからなかなかこう閉鎖されているような空間じゃないんですよね、昔のお屋敷って。だから槍戸が一般的に使われるようになったのは、まあ、あくまで鎌倉時代くらいかな。一番外側、部屋の外側を囲む引き戸式のシャッターみたいなイメージを持ってあげると槍戸はつかみやすいんじゃないかなと思います。まあ、もちろん室内の中の槍戸っていうのもあるので、引き戸全般を指す単語として押さえてあげるといいのではないでしょうか。ということで今日は日曜祝日です。たっぷり楽しんでください。いってらっしゃい。